鉄道や船など身近な乗り物の歴史を学べる展示会が三重県津市の博物館で開かれています。初めて見た。かっこいい。この展示会は夏休み中の子どもたちに三重県内で活躍する乗り物を知ってもらおうと企画されました。会場の県総合博物館には伊賀鉄道を再現したジオラマのほか、近鉄特急しまかぜの本革を使ったシートや御在所ロープウェイのゴンドラなどおよそ350点が並んでいます。1975年に来日したイギリスのエリザベス女王が近鉄のお召し列車で伊勢神宮に向かう際に座った椅子なども展示され注目を集めていました。この展示会は9月18日まで開かれています。